皆さん、こんにちは。北朝鮮から奇跡の生還を果たした女性、曽我ひとみさんの現在の暮らし、過去の暮らし、住んでる場所や家族関係のことについてご紹介します。曽我ひとみさんの出身地は新潟県佐渡郡真野町です。曽我ひとみさんは新潟県の佐渡島にて、曽我茂さんと曽我三好さんの長女としてこの世に生を受けました。1978年8月、自宅近くの店で買い物を終えた親子が帰宅途中に突然北朝鮮に拉致されました。三好さんは46歳、ひとみさんは19歳でした。曽我ひとみさんは2002年に帰国を果たしましたが、三好さんの行方は今も分かっていません。曽我ひとみさんは中学校時代バドミントン部に所属し、そこで毎日汗を流す日々を過ごしていたのです。曽我ひとみさんは中学校卒業後は高校への進学を望んでいましたが、家庭の事情もあってか就職の道を選択し、看護師になるために佐渡総合病院附属准看護学院に入学しました。そこで曽我ひとみさんは指導の厳しさに耐えつつもひたむきに努力を積み重ねていました。また曽我ひとみさんは高校進学への道を諦めたわけではなく、准看護学院に入学するのと同時に佐渡高等学校定時制課程沢根分校に入学したのです。曽我ひとみさんは准看護学院が終わるとすぐに病院からバスに乗り、夕食も取らずに夜間高校の授業を受けていました。また曽我ひとみさんは夜間高校にてバスケットボール部に所属しており、授業を終えた後は部活動に参加していました。そのようなこともあって曽我ひとみさんが病院に併設してある寄宿舎に戻る頃には23時近くになっており、相当ハードな日々を過ごしていたのです。そんな中でも曽我ひとみさんはひたむきに努力を重ね、1977年には准看護学院を卒業して外科外来にて働くようになりました。病院勤務が始まってからは曽我ひとみさんのスケジュールはますます殺人的になりましたが、それでも曽我ひとみさんは勤務と通学を両立させていったのです。そんな中、1978年8月12日、曽我ひとみさんは土曜日ということもあってか午前中の診察を終了し自宅に帰りました。その後曽我ひとみさんは母親と夕食の買い出しのために400メートル先の雑貨店まで出かけました。二人が買い物を済ませて帰宅していると、屈強な男たち3人がつけてきていることに気づいたのです。二人は早足で歩いて何とか巻こうとしましたが、家まで数十メートルという距離のところで男たちは二人に飛びかかり、そのまま目立たない木陰に引きずり込まれました。そして二人は別々に袋に入れられどこかへ運ばれたのです。なお曽我ひとみさんはその日以来一度も母親と会っておらず、それは拉致された先の北朝鮮でも同じでした。曽我ひとみさんには娘が二人おり、いずれも北朝鮮にて生を受けました。長女の曽我美香さんは1983年生まれであり、現在は佐渡島にて保育士の仕事をしています。また家族3人で父親の墓参りに行くなどしており、家族仲は現在でも良好です。次女の曽我ブリンダさんは1985年に生まれており、酒造会社にて働いています。ブリンダさんは勤め先の酒造会社の人と結婚しており、そちらにて幸せな家庭を築いています。この件について曽我ひとみさんは嫁ぎ先で仲良く生活しています、私は母親として安心して見ていますと語っており、次女とも現在も良好な関係を築いていることがうかがえます。また夫のチャールズ・ジェンキンスさんは北朝鮮より帰国後、アメリカ軍の軍法裁判を受け禁錮30日の刑を受け、刑期満了後に晴れて自由の身となりました。その後ジェンキンスさんは佐渡島に移住し、佐渡市の観光施設に就職しました。また2005年に告白という回顧録、2008年に望まぬ中での共産主義逃亡と北朝鮮における40年間の懲役という本を上司するなど、自身の経験を伝える執筆活動も行っていました。2008年には永住許可を日本政府からもらっており、本人も日本に永住するつもりであることを改めて表明しました。
ジェンキンスさんは1960年代に米兵として駐留していた韓国から北朝鮮に亡命し、40年近くを平壌で生活しました。2004年からは先に帰国を果たした曽我ひとみさんと日本で暮らしました。北朝鮮映画のスターになったジェンキンスさんは、亡命後に北朝鮮から出ることができた唯一の米兵。同様に亡命した元米兵のジェームズ・ドレスノクさんは2016年に脳卒中で死亡したとみられています。ジェンキンスさんは非凡ながらも困難な北朝鮮での生活について回想録やいくつかのインタビューで語っています。韓国の非武装地帯 DMZ 近くに駐留していたジェンキンスさんは24歳だった1965年当時、部隊を脱走して北朝鮮に亡命することを決意しました。警戒中に命を落としたり、戦争中のベトナムに送られたりするのを恐れたといいます。北朝鮮に行けば、まずロシア大使館に保護を求め、最終的には捕虜の交換で米国に戻ることができると、ジェンキンスさんは考えていました。1月のある日の夜、ジェンキンスさんは、DMZ を歩いて越え北朝鮮軍に投降しました。しかしロシアはジェンキンスさんら米兵に亡命を許可せず、北朝鮮で捕虜としての生活が始まりました。2005年の CBS テレビとのインタビューでジェンキンスさんは、今振り返れば私はバカだった、もし天に神様がいるならここまで生きてこられたのは神様の助けだと語ったそうです。当時北朝鮮の最高指導者だったキム・イルソンの教えを勉強させられ、翻訳や英語指導が任務になりました。北朝鮮のプロパガンダ映画で西側の悪役として出演し、ちょっとした有名人にもなりました。ジェンキンスさんは頻繁に暴行され、時には残酷で不必要な医療処置を受けたと語ってます。麻酔なしで米陸軍時代の入れ墨を切り取られたりしたといいます。ジェンキンスさんは当時の経験を地獄と表現しています。しかし唯一の巧妙になったのが曽我ひとみさんでした。北朝鮮スパイの日本語習得のため、曽我ひとみさんは北朝鮮によって日本から拉致されました。1980年にジェンキンスさんと一緒に生活するよう曽我ひとみさんが連れてこられ、その2週間後には結婚するよう強制されたといいます。しかし自分たちを捉えている北朝鮮への憎悪が二人を結びつけ、二人は愛し合うようになりました。まあこうとでも言っておきましょう。彼女を一目見てもう話さないと思った。インタビューでジェンキンスさんはこう語りました。ジェンキンスさんの回想録には、毎晩寝る前にジェンキンスさんは日本語でおやすみと声をかけると、曽我さんはグッドナイトと応じたことが明かされています。私たちが本当はどんな人間でどこから来たのか忘れないためだった。二人の間には二人の娘ミカさんとブリンダさんが生まれました。ジェンキンスさんによると、外国人捕虜は一般の北朝鮮市民より厚遇されていたといいます。1990年代の飢饉の際にも食料を配給されていました。曽我さんは日本政府による交渉の結果2002年に解放され帰国。その2年後にジェンキンスさんは娘たちと共に曽我さんと再会しました。家族との再会は日本のメディアによって詳細にわたって報道され、多くの人の同情を呼びました。亡命から40年近くを経て日本で米軍に身柄を預けたジェンキンスさんは軍法会議にかけられ、不名誉除隊と禁錮30日間の判決を受けて服役しました。ジェンキンスさんは服役後、曽我さんや娘たちと新潟県佐渡島に住み、観光施設の土産物屋で働いていました。しかし外の世界から隔絶された北朝鮮での生活が長かったジェンキンスさんにとって、現代社会の生活に順応するのは容易ではありませんでした。インターネットどころかコンピューターにも触ったことがなかったというジェンキンスさんは、軍に女性が大勢、そして警察に黒人が大勢働いていることに驚いたそうです。米紙ロサンゼルスタイムズの今年8月の記事で、ジェンキンスさんは補習時代に受けた医療行為の後遺症に悩まされ、解放後には病院に入院する必要があったと語りました。
これが生前最後のインタビューの一つでした。また自由になって以降も北朝鮮への恐怖は消えず、自分や家族をいつか暗殺しに来るのではないかとずっと心配していると話しました。北朝鮮は私の死を望んでいる。ジェンキンスさんはロサンゼルスタイムズにこう話していました。そして2017年12月11日、ジェンキンスさんは体調不良にて病院に搬送され、その日のうちに77歳の波乱万丈な人生に幕を閉じました。なお死因については MRI 検査などをしても突き止めることができず、死亡診断書には致死性不整脈と書かれることとなりました。北朝鮮に拉致され、最初は強制的に結婚させられたようなものでした。ですが、いつか日本に帰る、北朝鮮を出ていくと希望を持ち、愛し合っていたお二人、ジェンキンスさんは佐渡市のご自宅で突然倒れ、そのまま亡くなってしまったそうなので、最後の言葉も交わせなかったそうです。2002年9月17日、小泉純一郎首相が北朝鮮を訪問して日朝首脳会談を開き、そこで日本人拉致被害者の存在を金正日総書記が認めました。それに伴って曽我ひとみさんの存在も日本政府に認知されることとなり、帰国のめどがようやく立ちました。10月15日、曽我ひとみさんは飛行機にて平壌国際空港を出発し、その2時間後には羽田空港へと降り立ちました。そして10月17日には佐渡島へと帰り、24年間帰れなかった家へようやく帰宅できました。その翌日、自身が通っていた高校にてたった一人の卒業生のために卒業式が行われ、夢にまで見た卒業証書を受け取りました。現在曽我ひとみさんは介護施設で働く傍ら、一緒に拉致された母親の救出のために活動しています。今回は北朝鮮から奇跡の生還を果たした女性、曽我ひとみさんの現在の暮らし、過去の暮らし、住んでる場所や家族関係のことについてのご紹介でした。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。